福袋のワゴン売りを楽しみ、福袋福袋とは、年始の初売りなどで、いろいろなものを詰めて、封をして販売する袋、また、それを選び取らせること、そしてその小形態を指す。袋という言葉があるが、箱など、袋以外の外装にまとめたものも、福袋と呼ぶ。有形商品を物理的にまとめられたものだけでなく、大型のものや無形商品などを論理的にまとめられた。 ものも福袋として販売される。東京都渋谷区の竹下通りで若者向けに売り出される低価格の福袋年始に百貨店を中心とした様々な業態の店で販売され、袋の中に何が入っているか伏せられていることをコンセプトとする。普通、組み合わせた商品の合計価格以下で販売されるため、購入者は有用で豪華な内容であるかに期待する。つまり、 幸福、幸運を引き当てることができる可能性、すなわち、社交心を煽る商品であると言える。しかし、福袋は、客寄せの目玉商品であると同時に、その多くは、店側の在庫処分的性格も有しており、価格以上の商品が入っていたとしても、売れ残りや不人気商品で埋められていたりする場合があり、そういった福袋は、インターネット上で、うつ袋、 ゴミ袋などと揶揄される。また、店側も自虐的に不幸袋や不吉袋などと称するケースもある。近年は、袋の素材が透明で中身が見えるもの、あらかじめ内容が公表されているもの、指定された商品群からの選択性になっているものなど、元来のコンセプトから外れた福袋も見られる。特に、貴金属のような高価な品物は、客寄せのために、 ショーケースに展示して販売されることがある。また、大きな家具、家電製品、旅行、不動産、リフォーム券、自動車、学校や自動車教習所の受講券、見合い、等々、袋に収まらない、収めるような種類でない商品も、福袋の名で取引されている。このような福袋の多様化は、名称や販売時期にも及んでいる。 一部の家電量販店においてお年玉袋等の名称で販売されている。また特にネットの店舗では、時節を問わず販売する店も少なからずある。例えば楽天市場では、福袋というサブカテゴリーを一年中表示しているほどで、ある。景品表示法では、一般検証における景品類の最高額及び総額について、最高額は、 販売価格が5000円未満の場合20倍まで5000円以上の場合10万円まで総額は売上予定総額の2%までと定められている。しかし、景品をつける形ではなく、組み合わせた商品の合計価格以下で販売する形であれば、正常な召喚集に照らして値引きと認められる経済上の利益であるので景品表示法における景品類には該当せず、 最高額及び総額の規定は適用されない。服、袋という意味の広がりが大きい語同士の結合による複合語であるため過去には本校で扱う福袋以外のものを指して使われている例も確認される。若月知蘭の東京年中行事には新年壁刀の福運に預かろうと町に構え下手参詣者が流れを打つて流れ込む。やつさもつさの中に 点でに福袋を排除し終わると、多くは6つの摂二21の末者へ、おまわりと出かけるとあり、ここでの福袋は、開運札を入れる袋を指すという。また、世界童話州だから、船には望んだものが出てくる袋として、談話売買業者には、陰道の比喩として現れている。本校でいう、福袋の確かに確認できる早い時期の使用例は、 例えば1902年11月朝日新聞に掲載された小川屋の広告で寄せ切れ、右レれンもの福袋取り揃い相撲とある。説明もなく、ただ福袋と宣伝していることから当時すでにこの子は説明を不要とするほど一般的なものになっていたかもしれない。1903年年末の読売新聞には三の鳥り東京。 吉原の大足神社の祭三315円、守り札137円、福袋120円とあるが、こちらは前日の開運札を入れる袋の可能性も、ある。福袋の原型は、江戸時代の恵比寿袋に遡ることができる。日本橋の著名な五福屋であった越後屋は、当時としては、画期的な五福の切り売りをしていたが、十一月一日から三日までの冬物の売り出し時期に、 一年の立ち余りの生地を袋に入れて、これを一分で販売した。これが江戸市中で大変な評判を得、エビス袋と呼ばれたという。エビス袋が越後屋に橋を発するとするなら、他の呉福屋もこれに続いたと見え、例えば大丸呉福店がエビス港や正月の初売りなどに同様のものを売ってたことが記録に残っているという。さらに都市部から地方へも伝播したのであろう。 例えば、文化年間に編集された、諸国風俗と異常等の阿波国の情には、五福屋が小切れを、エビス切れとして売り出していたことが記されている。エビス港の大売り出しは、このエビス袋に橋を発するとも言われ、やがて小切れ以外のものでも、このような形態で売られたことは、想像に難くないが、その時期については明らかでない。少なくとも、明治期には、こういったものが現れていたことが、 次に見るように新聞などから確認できる。1892年1月の東京朝日新聞には当たり物の,の流行という見出しで昨今諸書の縁日にて幅5寸縦8寸くらいの紙袋を置き、そのうちへ釜口、石鹸、寝掛け、串、かんざし、歯磨き、用事、その他種樹の品を入れ外面より、 何者とも見分けのつかざるようごしらえへたるものを1袋1銭ずつにて、売るとあり、運良ければ5千から12から13銭のものが当たると、あってお流行りである記事は、結んでいる。以下、確認できる同時代の福袋販売の事例を列挙する。前述のように、1902年の新聞には、11月3から5日に、小川屋が福袋を販売する、胸の広告を載せている。 1906年の新聞には、東京本町の博文館の新安福袋、トム・ボラーの広告が載っている。定価は1袋10銭であるが、中身は15銭の価値があり、なおかつ景品が入っているという。1907年、鶴屋五福店が福袋の販売を始めている。中身と価格は不明である。1911年、伊藤五福店が50銭で、 高梁箱の販売をはじめ、行列ができるほどの盛況であったという、福袋商船が加熱するのは戦後においてである。朝日新聞市場では1970年代中頃から福袋の話題が家庭面に取り上げられるようになり、1980年代初頭から見出しにも福袋の文字が毎年のように見られるようになる。 100万円を超える高額福袋がたびたび新聞等のメディアで取り上げられるのも80年代からでバブル期にはピカソの絵画が入った5億円の福袋まで売り出されたアップルの日本における直営店であるアップルストア銀座店が2004年の正月に福袋を販売したところ好評であったため本国のアメリカ合衆国でも期間店舗を新規にオープンする際には 福袋をラッキーバッグという名前で販売するようになった。その他ミステリーバッグとも呼ばれる。またハワイのホノルルにあるショッピングモールであるアラモアナセンターでは2005年から正月に福袋を販売している。近年日本の諸都市にある中華街や台湾及び香港の日本資本及び地元資本の百貨店などでも春節の際に 福袋が販売され、日本と同じ名で呼ばれている。また、春節の休暇を利用して来日する中華圏の観光客を対象にして、日本の店舗が福袋を販売するようになってきている。この場合、中国系の客の執行を反映して、中身を確かめられる福袋が用意されるのが通常である。新春福袋スペシャルなどといったように、放送番組のタイトル等に、 福袋というフレーズが使われることは日本では珍しくない。例えば、テレビアニメ、サザエさん新春福袋スペシャル、バラエティ番組、志村健のバカ殿の様新春、お笑い福袋大放出スペシャルなど。日本において芸能人やスポーツ選手、放送番組やその他の企画ものなど、ファンに支えられて仕事が成り立つ職種の人々や企画者が、 イベントの出し物として、あるいは、ファンに対する感謝を表すものとして、福袋と銘打った贈り物を用意することがある。ボードゲーム形式のコンピュータゲームシリーズで、テレビゲームシリーズである、桃太郎電鉄シリーズには、使用アイテムの一つに、福袋カードというものがある。プレイ内で福袋を開けると個別に使える、カードを1から8枚入手できるのであるが、 どのような働きを持つ種類のカードが出るかはランダムで、有用なカードが入手できる場合もあれば、損害系カードが入っている場合や、また別の福袋カードが入っている場合もある。最後のケースは別として、大体にして良いものが手に入るが、欲しくもないものを手にしてしまうリスクもある。福袋カードのこういった特徴は、福袋の特徴をよく反映している。この例に限らず、 コンピュータゲームやテレビゲームにはかかる福袋の特徴をゲーム性に結びつけて作品に取り入れているものが非常に多く見られる。ありがとうございます。